2014年10月現在の陸軍航空交渉跡地航空交渉の悲願、堀川沿いにあった3本煙突3本煙突があった場所。2014年9月頃解体され現存しない陸軍航空交渉は東京都立川市と秋島市にまたがって存在した大日本帝国陸軍の航空施設である。立川飛行場に隣接していた陸軍唯一の航空機製造施設であり、 主に航空機用発動機の製造、航空機の設計、試作、製造を目的としていた。戦後はアメリカ軍の立川基地として立川飛行場と一つにされた。陸軍が航空工業力を持とうという願望は1928年頃からあり、1938年8月頃には陸軍航空本部では、 陸軍の航空機工場を航空本部の直轄とし、飛行機の機体を製造していた名古屋陸軍造兵省、厚田兵器製造所、及び発動機を製造していた畜産兵器製造所の設備を移して一工場で生産することが決定されていた。決定を受けて、当時の東京吹田多摩郡昭和村に、名古屋陸軍造兵省立川兵器製造所を設置することになり、 1938年5月頃には、設立事務担当者が秘密裏に現地視察を行い買収手続きが取られた。1939年末から移転することとしたが、計画において、工作機械の移転は、鉄道省に頼る田なく、大型機械を大型台車に搭載した時の寸法を調査し、トンネルの寸法を超える機械は一部解体して、移送された。 従業員の転属についても、名古屋と東京の物価指数の相違から、給与面で適切な措置を取ることとし、住宅の問題については、金沢市の妖怪地や聖太郎に依頼して、建設を進めた。1940年4月1日、名古屋からの移転は完了していなかったが、陸軍航空交渉令が発令され、陸軍航空交渉として、正式に発足した。移転時の交渉の規模は、 敷地30万3500坪、建物5万1700坪、工作機械船190台、職員150名、工員3000名であり、1943年完成を目途として、中型機体年産200機、大型発動機年産300機、プロペラ年産100本を目標とした。1940年6月に飛行機製造所の移転が完了し、9月には、 発動機製造所が移転完了。10月9日に開け粧式典が行われた。1941年に飛行機製造所、組み立て工場が完成した。この組み立て工場は、天井が高いこと、航空機の出し入れのため、扉が大きいこと、夏季現金であること、狭い航空機内で作業するため厚着ができないことなどから、冬の寒さに苦労していたが、 コンクリートの床に温水パイプを埋め込む床暖房を取り入れ作業員に喜ばれたという。1942年、公員の通勤用にそばを通る大目線に東中上駅が開業し、1943年には中上駅から引っ込め線が付設された。移転後、当初は99式襲撃機や26などを、 量産していたが、1943年以降、戦訓回収を優先的に行うようになった。また、隣接する陸軍航空技術研究所で開発し、投稿賞で試作するという流れも存在した。1944年7月より空襲に備えるためと生産力の向上を目的に各地への疎開が開始され、同年9月におおむね完了した。発動機製造所は、 金沢駅近くにあった山戸宝石の工場を接収した土地へ、飛行機製造所は、部品加工関係を東京都西多摩郡氷川町、山梨県大月、神奈川県津久井郡、沢井村へ、機体関係を埼玉県武蔵高萩地区へそれぞれ疎開した。疎開後も九十九式襲撃機等を製造していたが、製造ダギレ後の後継生産機種について、三菱の修水、 中島の立花、県などを見学し生産転換を模索したが、終戦まで決定に至らなかった。周囲に軍事施設が集中した立川市はほぼ全域が1945年2月16日以降の立川空襲の標的になった。また、4月4日の空襲では、山中坂にあった防空壕に爆弾が直撃し、多数の死傷者を出した。1945年を廃止。 1989年撮影の立川飛行場周辺。西側の残堀川をまたいだ森林地帯が陸軍航空交渉跡地。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成蒸気発生層の煙突1945年8月15日の敗戦後、立川飛行場と共に米軍に接収される。航空機修理。 組み立て工場の他に洗濯工場や居住区域などに転用され、1977年11月30日の飛行場全面返還と同時に返還された。それから30年以上処分流放置とされ、廃墟と化していた。2013年9月27日から始まった、立川基地や土地や島地区土地区各整理事業により、国際法務総合センターの建設工事や宅地化、 公園整備工事が始まっている。工区は都道153号線を境に北工区と南工区に分けられ、工事は南工区から開始された。南工区では2014年4月に不発弾が見つかり、自衛隊による処理も行われた。北工区においては、松東や弓のランドリーゲートの思い出でも歌われた、洗濯工場横のゲート跡や山。 堀川沿いの煙突などが残っていたが、工事と共に解体され、基地時代の構造物は残っていない。未だに、国有地だが、立川市のゴミ処理問題の解決策の一つとして、新しいゴミ焼却場の建設予定地になったり、と、ありちや地元地方公共団体の土地に分割される、可能性がある。名古屋からは、機械だけではなく、人員も移転することになっていたが、 数千人に上る人員を受け入れる設備はなかった。当時、金沢市の建設業者妖怪地や聖太郎は、名古屋反対平洋平和博覧会を終え、そこで使われた建物を解体し、さらに上野で開催予定だった万国博覧会で使う建材を用意していたが、日中戦争の影響で中止となっていた。そこで、軍は妖怪地や聖太郎に事情を話し、これらの建材で、 公員用の住宅を建設することとなった。この住宅は、現在の秋島市玉川町1丁目から3丁目に、及ぶ、約4万坪650個で、1939年5月から、着工され1941年12月、完成した。こうして建設された、公員用の集合住宅街は、建設者の妖怪地や、生太郎にちなんで八星住宅と名付けられた。 大目線中上駅から引っ込め線が引かれていた。現在は中上引っ込め線通りとして整備されている。前述の立川基地や土地、秋島地区と地区各整理事業で施行された武蔵の公園内には陸軍航空交渉後にあったレールや鉄道機器を補修し展示している。ABC 子の悲しみを繰り返さない立川空襲の記録第3巻。契約出版。 P288AB 立川飛行場物語。契約出版。P23ABCDEF 名古屋陸軍、造兵賞、陸軍航空交渉士名古屋陸軍造兵賞記念飛行流委員会。P99AB 立川飛行場物語。契約出版。P26ABCDEFG この悲しみを、繰り返さない立川空襲の記録第3巻。契約出版。 p 2 8 9ジャパン、独立行政法人国立公文書館ナショナルアーカイブスオブ陸軍航空交渉令ご署名原本昭和15年直令第207号国立公文書館デジタルアーカイブ2020年7月13日閲覧立川飛行場物語契約出版 P24ABCDEFGH 名古屋 陸軍造兵省、陸軍航空交渉士、名古屋陸軍造兵省記念飛行流委員会。P100ABC 名古屋陸軍造兵省、陸軍航空交渉士、名古屋陸軍造兵省記念飛行流委員会。P107 立川飛行場物語。契約出版。P34 立川飛行場物語。契約出版。P27 立川飛行場物語。契約出版。P P39 立川飛行場物語。契約出版。P40AB 名古屋陸軍造兵賞。陸軍航空公賞士名古屋陸軍造兵賞記念飛行留委員会。p 1 7十個の悲しみを繰り返さない。立川空襲の記録第3巻。契約出版。P290ABC 名古屋陸軍造兵賞。陸軍航空公賞士 名古屋陸軍造兵賞記念非行流委員会。P161 この悲しみを繰り返さない。立川空襲の記録第3巻。契約出版。P291。立川市における戦災の状況。2016年6月5日閲覧。立川基地跡秋島地区。不発弾処理で、行動規制もマイナス5月29日立川基地。跡地秋島地区の街づくりについて富山 森松1987-417ページ。エビート山森松1987-613ページ。立川飛行場物語。契約出版。P46 ありがとうございます。